はい、こんにちは、ワクテガと申します。今回はドラグマシャドウルの紹介動画なのですが、今回はいつもと違ってですね、ほんと1から全部を、自分が使うね、何を、なぜ使うのか、そしてこの採用カードの理由は何なのか、あるいはそしてサイドチェンジはどうやって変えてるのかなどを徹底的に解説していきたいと思います。ですので、ものすごく長くなりがちです。で、なので、解説いらねえよ、バカ野郎っていう方はですね、説明欄の方にデッキの内容は書いておりますので、そちらの方をご参考にしてください。もちろんですね、最後にね、全部をね、全部ザラーっと説明する予定ではあるんですけど、それを踏まえてですね、とりあえず、自分が使う、採用したカードをですね、なぜ使ってるのか、どういう風に使ってるのかを、解説してから、デッキ紹介の方に行きたいと思います。サイドチェンジですね。ですので、かなり長くなります。本当申し訳ないんですけれども、気合い入れて、付き合っていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。それではまず、シャドウルカードの採用。それについてどんな風に使うのかをね、やっていきたいと思います。まずは行きましょう。モンスターから、シャドウルリザード。効果によって墓地に送られた時にデッキからシャドウルカードを墓地に送るという効果を持っています。シャドウルカードの全ての根本と言ってます。シャドウルイコールこれと言っても過言ではないほど、このカードは重要です。さらに攻撃力も1800あるというチートカードです。シャドウルの本当にもう主体というかね、切り込み隊長の主で特攻隊長みたいな感じで、どんな時で使うのかなんですけど、基本的にこいつを落とすことから始めると言っても非言ではありません。とりあえずこいつを経由するみたいな感じです。使い方、特に、まあなんて言うでしょう、使い方も云々もなしも他のカードを説明する上でまずこれを経由することが基本なので、例えば墓地にね、例えば手札にシャドウルークがある場合、デッキからね、直接例えばヘッジオックとか落としてサーチするぐらいからも、シャドウルリザードをチャージしてヘッジオックを落とした方が墓地にカードが2枚貯まるため、シャドウルークのね、他のね、対応先が増えます。またシャドウルインカネーションなどもそうですね。シャドウルリザードを経由することによって、例えばシャドウルリザードに墓穴の示しを打たれた時がとても痛いわけですよ。で、肝心なところにそこに打たれるとやっぱ厳しいわけで、シャドルリザード、インカネーションがある場合にシャドルリザードを経由することによって効果って言われた時に墓穴の指名者って言われますよね。そこにインカネーションを当ててリザードを特殊召喚しつつ効果を使ってそういう風にかわすという。他のカードに打たれてもリザードに打たれるのはちょっときつい。で、リバースした場合、フィールド上のカード1枚破壊する効果。これもなかなかバカにしたもんではありません。というのも、シャドウルというのはですね、フィールド上のモンスターを破壊する効果というのは意外とないんですよ。実は意外とない。戦闘を返さないとき意外とない。ネフィリムに頼り切っちゃってる部分があるので、そこを踏まえて使うと、相手フィールド上のカードモンスターを破壊しつつできるというのがですね、まあ、そんな確かに墓地に送る効果ほど使う機会は少ないんですけれども、絶対になくてはならないカードです。まあ、とにもかくにも絶対このカードは3枚必要な、100% 必要なカードなので。次に、シャドウルヘッジオック、デッキからカードをサーチ、するカードですね。シャドウルの中で唯一のサーチカードと言ってもいいレベルです。このカードは。フィールド上で能動的に発動する中で。リバース効果の場合はですね、デッキから魔法トラップをサーチする効果、そして、墓地に送られた時の効果はデッキからモンスターカードをサーチする効果。どっちも非常に重要なカードなんですけれども、やはり優先的に使いたいのはリバース効果ですよね。シャドウルヘッジオックからのシャドウルヘッジオックで、シャドウル魔法トラップをサーチする効果。インカネーション、シャドウルウィザー、シャドウルフュージョン、シャドウルーク、シャドウルウィザー。それらを、ノード点使い分けてね、サーチできるというね。ただし、リバースなので、そんなね、1ターン目からポンポンと発動できるということは、ほぼないです。不可能ではないんだけれども、かなり無茶しなければならないというのがあるので、ですのでですね、このシャドウルヘッジオックの効果を能動的に使いたいのは、やはりシャドウルウェンディ、この効果を使って、出すのが一般的だと思います。というか、シャドウルウェンディでデッキから持ってくるときに、ほとんどの場合においてはシャドウルヘッジオックを持ってくることが基本だと。他のカードよりもやはりシャドウルヘッジオックが一番重要視されます。もうウェンディから読むのはシャドウルヘッジオックと覚えておいた方がいいレベルです。とりあえずじゃん。まあ、ハンドイメージ、潤沢に魔法トラップがあるのならば変わらないんです。もうその場合でも、別にリバース効果を使わずとも融合に巻き込んでモンスターカードをサーチしに行くみたいな感じのこともできるので、ウェンディから出すのはヘッジオックと覚えていていいと思います。セットぐらいですね。まあここはいいでしょう。で、まあシャドウルウェンディ、まあ今発明したように、でこのカードが墓地に送られた場合、効果で墓地に送られた場合、デッキからシャドウルモンスター1体を裏守備表示でセットする。で、リバース効果の場合はデッキから表側でも裏でもセットする、セットじゃない、守備表示で特殊召喚するという効果を持っています。
そんなにほどどっちも変わらない効果なんですけども、まあ、そうですね。リバース効果の方、表側守備表示で出せるということをやるのならば、リンク召喚につなげたりすることが一般的ですね。まあ、融合で出すことが一般的ですから、僕の構築の場合は。そんなリバース効果の方が断然強いというわけです。ただ、シャドールネフィリム、リンクシャドールネフィリムなどを使う場合は、この効果が非常に重要になったりします。ただ僕の場合は、今回はこのシャドール、リンクシャドールネフィリムを採用していないので、リバース効果の方を重点的に、発動するということはそんなにないと。もちろんあって困ることはないんですよ。もちろん。当然ですけど、当たり前ですけどね。はい。で、シャドールドラゴン。効果手持ちに送られた時にフィールド上の魔法トラップカード1枚破壊する効果。リバースした時にフィールドのカード1枚をバウンスする効果を持っています。守備力が0なので、バウンス効果を使った場合、ほぼ確実にですね、戦闘破壊されてしまう効果が持っているので、リバース効果を使うときは相手に破壊耐性のあるカードがある場合ですね。例えばチョウライリュウ、サンダードラゴンだとか、そういったカードをバウンスするときに使うことができます。で、次、このやはり一番使うのは、フィールド上にね、魔法トラップカード1枚を破壊する効果ですね。唯一と言っていいほどの魔法トラップカードの破壊をこのカードは持っています。まあシャドールの場合、相手の魔法トラップ伏せカードに屈するということがそんなに言うほどなかったりします。マクロコスモスとかきついんですけど、マクロコスモス貼られた場合はドラゴン云々の話ではないので、ですのでこのカードを使う時があるということは、まあ永続系の魔法、もしくは不明の時、もしくは相手フィールド上にとりあえずなんか今まで融合も通った、でこのカードがもちろん売られてるということは融合を通ってるってことなんですよね。ほとんどの場合は融合を通った、でさらに召喚時の効果もほど通った、じゃああの伏せカードは何だっていうことになるので、そこを不気味な場合で割りに行くときにこのカードは使います。ただ墓の指名者を食らいやすくなることは注意。1枚しかこのデッキカード入れてないので、私のデッキの場合はこのカード除外されると魔法トラップカードを除去する手段が限りなく少なくなってしまう。そこは注意しましょう。次にビースト、私が一番好きなシャドウールと言っても過言ではない、モンスターカードなので、メインに入れるモンスターカードの中で一番好きなの。デッキから墓地に送られ、あ、じゃあ墓地に送られた場合、効果で墓地に送られた場合はデッキからドローできるカードと、さらにリバースした時デッキから2枚ドローして1枚を捨てるというエンジェルバトン効果ですね。やっています。このカード、ハンドに来た場合に事故るという人が多いと思います。正直な。お前これ下級だったらリンクできたじゃんみたいな感じの。ですけども、僕がこれが好きな理由としましては、まず一つとして、とりあえず落としておけよ。ハンドの最初の1ターン目の状況で、例えば、シャドールフュージョンでね、どうしようかな。どれかな。ちょっと待って。まあいいや、こんな感じだった場合あるじゃないですか。シャドウフュージョンで発動ってなった時に、で G を打たれましたみたいな感じになった時に、この時で何を落とすかって、でネフィリムを出すでしょ。ネフィリムを出しました、じゃあ効果って言った時にリザードとここってなった時に、じゃあ何を落とすかって、まあ諸説あると思います。でも G 打たれてるんだから、やっぱウェンディって落としたくないじゃん。じゃあウェンディは結果ですよね。でシャドールフュージョンなわけだから、先行1ターン目の場合を仮定すると、別にシャドールークを落として、シャドールーツを落としてこのカードを拾いに行く意味もあんましないですよね。じゃあこれが結果ですよね。となると他だと考えられるのってやっぱヘッジホックはありですよね。デッキからサーチする、まあ手札に他の融合があればの話だ。他相手フィールド上に何もないわけだから、ドラゴン正直意味ないですよね。エリア、別に G 除外したって何の意味もないですよね。で、ここは他のものになるわけですね、これ。シャドウルークを落として、でも、どうするみたいな。でもそこで役に立つのはこれなんですよ。シャドウルークをどうしても持ってきたいわけ。でも、特殊召喚したくないってなった時に、じゃあ、リザード効果、シャドウルークをね、手札から持ってきたいとなった時ですよ。このカードを。どうしても持ってきたいとなった時に、リザード効果でヘッジホック、ネフィリム効果でシャドウルークを落とす、こんな感じで。で墓地がこうですよね。で墓地がこうなるわけでしょ。でヘッジホック効果でビースト持ってくるわけですよ。ビースト持ってくる、で召喚アドバンスセットとしてシャドウルークを持ってくる、こんなことができる。
相手に銃を撃たれた場合はですよ、どうしてもシャドウルートを持ってきたい場合はこういうことができる。もちろん他でもね、他でもまあできるっちゃできるんですよ。でも、ネフィリムを墓地に送ってね、これを回収する手段って少ないんですよ。シャドウルークを持ってきたい場合とか、他の融合でもいいですよ。別にエルシャドウルフュージョンを持ってきたい場合でもいいですけど、インカネーションを持ってきたい場合でもいいんですけども、グラビティコントローラーをやるにしてもやはり G 食らってしまうと、やっぱもう一枚ドローされるのが嫌っていう場合はこういうこともできます。あとまあ単純に、手札にじゃあシャドウルークあって、他相手ターンでも動く手段あるなってなった時は、別にいいじゃないですか。うん、ヘッジホックとビースト落としといて、ワンドローに変換すれば。そういう部分で、とりあえず、なんか困ったら、落としておけばいいということができるのが、だから好きなんです、僕は。ごめんなさいね、なんか、自分の好き嫌いになってしまった。だから僕はシャドウビーストがとても好きなんです。はい、ちょっと長くなってしまいましたね。はい。これは終わったらいいや。じゃあ次、シャドウルね、エリアル。これはね、現環境でシャドウルが、戦えるカード。戦える理由のうちの一つと言ってもいいほど重要なんです。リバース効果の場合、デッキから、除外されているシャドウルモンスター一体を特殊召喚することができる効果。そして墓地に送られた時にカードを3枚除外できる効果。ほんとこのカードを3枚除外できる効果というのは、コンマイさんがシャドウルを一戦級にのし上げるためだけに、設定したとしか思えない。だって何の関係もないんだもん。カードを除外する効果でシャドウルに。基本的にシャドウルって別に除外されたくないわけですから。なのになぜか知らんけど、相手または自分の墓地のカードを3枚除外するっていう効果をつけてもらうとか、間違いなくこれは本前さんからのプレゼントと思ってるので、有効に使わせていただきましょう。で、この3枚除外という効果、刺さらないデッキほぼないです。戦闘機、オルフェボール、天聖炎獣、サンダードラゴン、オルターガイスト、これら全てにぶっ刺さります。特に戦闘機なんて、このカードあったら、そのカード1枚だけで積む可能性すらあるほど非常に重要なの。ぶっちゃけ戦闘機側がこのデッキを相手にして勝つんだったら、エリアルを除外する墓の示しで除外するぐらいしか、対象手段はほぼない。それぐらいに重要なので、このカードいかに使うか。私今2枚採用していますけどね。先行で使えない部分があるので、2枚にはしていますけれども、それでも非常に重要なの。で、除外されるカード、効果なんですけど、こっちは僕の構築ではあんまし使うことはないかなって感じです。ただ、ずっと前に僕が紹介したシャドウル、インカネーション2枚型のリンクネフィリムなどを使った形でならば、とても重要に、なることがあるので、そちらの方はまた、気になった方は、ググっていただければすぐわかるかなと思います。はい、それじゃあモンスターは以上かな。採用していないファルコンなどですが、ファルコンはそうですね、ファルコン採用していないよりは僕ハリファイバーを採用していないので、チューナーを特に利用する意味がないなという点と、墓地のモンスターを蘇生するというのが G をもろぐらいしてしまうこっちの融合の阻害をできる、ミドラッシュがいるんでね、ミドラーシュがいるので、そこもまたちょっと紹介されてしまうかなみたいな。またチューナーが入ってしまうと、他にいっぱい入れたいカードあるんですよ。レベル7入れたくなるなとか、ガオー入れたくなるなとか、ちょっとエクストがカツカツなんでね、その誘惑を排除するために、シャトルファルコンはいません。はい、じゃあ次魔法トラップいきましょう。はい、魔法トラップカード。なんか足りないぞ。あった。魔法トラップカード。シャドウルフュージョン。このデッキ、シャドウルのね、キーパーツにして自己利の1個。はい。相手ユーロ帳にエクストラデッキから出たモンスターが存在する場合、デッキのカードを、素材とすることができるという、ある意味でデッキ融合の始祖ですね。で、できうるならば、相手、デッキ融合を使いたいんですけれども、やっぱし今の環境を相手に思いっきり浮かれてエクストラデッキからモンスターがいる状況になると、シャドウルフュージョンを無効にされることが多いです。とても多い。だからそこを踏まえて動いていくしかない。どうしても、相手のうららを食らいたくないとか、無効を食らいたくないというのであれば、やっぱし、サイフレームを一緒に入れたい。サイフレームがある時に打つとか、あるいは、天帝が手札にある場合は、天帝からあえて撃つとか、ね。
そういうこともしなければならないかなと思います。あとまあアナコンダで落とす、ベルデンアナコンダで落とすカードとしても非常に有効だったりするので、デッキ融合をどうしかして使うようにですね。で逆に言うと相手からすると絶対にこれ通したくないわけですから、全力でカウンターしてくるので、そこは読み合いですね。シャドウルの楽しみのうちの一つで、エルシャドウルフュージョン、まあ融合としては最強のカード、ね、シャドウルの融合としては速攻魔法プラス、そして、別にデッキ融合はないんですけれども、バトルフェーズ中にも追撃として打てる、相手ターン中でも打てる、そして何よりうららを食らわない、非常に重要なカードです。やっぱし、シャドウルヘッジオークをねリバースした時にサーチしてくるのが筆頭がこれですね。2番目に、まあ、G 打たれたりなんかしてるとシャドウルークだったりする、トラップカードだったりしますけどね、あるいは天帝の人のデメリット効果がある場合は、こっちでねトラップカードをサーチすることが多いんですけど、まあ、基本的には相手ターン中にこれを伏せてるのはもうほぼ絶対条件ですね。超融合かこれを伏せてないとやっぱし勝ちに近づけるのは難しいと思います。はい、でトラップ、じゃあなんかインカネーション、墓地蘇生のカードなんですけれども、1枚なのでやっぱしちょっと大事に使っていけないんですね。除外してねフィールド上のシャドウルカードを裏側かまたは表にするという効果を持ってるんですけれども、あまりそっちは使いたくはない、でも使わなければならないけど容赦なく使ってもいいと思いますけども、まあ一番これが刺さりに行くのはグダグダした時ですね。長期戦になった時にいかにシャドウルインカネーションを使い回すかになってます。長期戦になるイコールエクストラデッキのシャドウルが減っていくということでもあるんで、インカネーションを残していた方が勝ちになる。特にミラーの場合はシャドウルフュージョン、デッキ融合をいかに打てるか、そしてインカネーションを温存できるかどうかが肝になってくると思います。で、シャドウルーツ、効果で墓地に送られた時に、墓地のシャドウル魔法トラップを回収する効果、そして、トラップカードになる効果、そして属性を変えられる効果を持っています。基本的にエルシャドウルフュージョンとセットで使うのが一番強いんですけれども、最悪なのは増殖する G 特にこれがハンドにあると分かられている場合、増殖する G を打たれると超厳しくなる。そこは注意、トラップ残念、こっちをね、相手フィールドのねエクストラゾーンから特殊召喚する効果を使う場合はね、それ以外やはり、主になるのは墓地の魔法トラップをサーチする、じゃあサルベージする効果、先ほども言ったようにネフィリムからの動きでね、例えばさっき僕はエルシャドウルフュージョン、じゃあシャドウルフュージョンでネフィリムを出したじゃないですかね。シャドウルフュージョンでこうネフィリムを出したわけですけども、別にシャドウルフュージョンの場合は別に拾ったところで相手ターン中に動けなかったので、先行の場合は。でもエルシャドウルフュージョンの場合は勝手が違って、こうなった場合、ここ素材でネフィリムを出した場合はチェーン1チェーン2でシャドウルーツ落としといて回収して、リザードでまあそうですねヘッジオックで、まあ別に何でもいいですよ。まあ、ウェンディをサーチしておけば、こうなるので、相手ターン中に動くことができる。まあ、ここもエンディにしてますけど、別に何でもいいですよ。リザードサーチするのが一番いいと思うよ。そうすれば、別に相手ターン中で、ミドラーシュを出すことができますよね。リザードサーチしてればね。闇属性ならば。シャドウルークよりも確実性は上ですよね。ミドラーシュを出す場合の。シャドウルーツがあるとないとでは、本当プレイングが全然変わってくるので、絶対に1枚はいると思ってます。はい、じゃあラスト、シャドウルのね、解説ラストです、これは。シャドウルーク、新規カードですよね。はい。相手メインヘイズ、自分相手メインヘイズで、自分のフィールド墓地からシャドウルモンスキー、モンスターとのようなモンスターを除外して、モンスターを食召喚、ね、融合召喚する。そして、この効果で特殊召喚したモンスターと同じ属性のモンスター1体を墓地に送ることだ。これです。今、エリアルとこれ。まあ、最近だとドラグマ召喚獣とかに接調セットでね、入っているだけのものがあるんですけど、やはり最強に使えるのはシャドウル。それ以外ない。何が最強かっていうと、多彩なモンスターを出せるプラス、ネフィリム、そしてミドラーシュ、そして、アプカローネ、シェキナーガ、エグリスタセント。それらを使い分けることができるのがシャドウルでのシャドウルークの強さ。そんじゃそこらのにわかとはまるで違うことをみんな思い知らせて。一番使えるのはやはり、除去できる、先ほどもリザードの墓地にリザードの時に言ったんですけれども、フィールド上のモンスターを除去できるカードというのは希少です。
めちゃくちゃ希少ですので、このカードをどうにかしてうまく使うかが決めです。そしてこのカードの使い方いかんでシャドウルの強さがどんどん変わってくると思います。まあこれもなんていうんですか、いろいろと言うべきことあるんですけど、まあ、どこで開くのかとか、どのタイミングでどれを出すのかとか、それはまあちょっとそうですね、まあ、相手によるとしか言いようがないので難しいんですけれども、まあ、とにかくシャドウルークは見えていようと見えていまいとこのデッキの切り札なので、どうにかしてトップに持っていき、手札に持ってきたいですね。先ほど言ったネフィリムの動きで持ってくるのも全然ありと思いますし、相手からするとコズミックサイクロンで狙われるのが一番きつい、相手からしたら、相手からするとコズミックサイクロンでこれを除去したいというのがほとんどなので、それをうまくかわしてやはり使っていきたいですね。やばいね、めちゃくちゃ長くなっちゃったね。じゃああれか、デッキ紹介いきましょうか。すいませんね。 OK、 それじゃ あやっていきたいと思います。まああれですね、ほとんどもう説明しちゃったんで、もうサイドエクストラ、そしてまあドラグマ、それシャドウル以外のカードの説明をして、次のサイドチェンジいきましょう。このデッキ動画2つに分けるか、これはさすがにね。はい、じゃあ行きたいと思います。まずはモンスターから。シャドウリザード3枚、シャドウウェンディ3枚、シャドウエリアル2枚、シャドウヘッジホック2枚、シャドウドラゴン1枚、シャドウビースト1枚。そして、ドラゴンエクレシア1枚、フルルドリス1枚、マクシムス1枚、白雪1枚、サイフレードロードガンマ3枚、サイルムドライバー1枚、原生メタイニビル2枚。じゃあモンスターは以上ですね。次、魔法カード。シャドウルフュージョン3枚、エルシャドウルフュージョン3枚、超融合2枚、禁じられた人しずくが2枚、天霊の使徒が3枚、愚かな埋葬1枚、ドラグマバニッシュメント1枚、シャドウルーツ1枚、シャドウルインカネーション1枚、シャドウルーク1枚。で、サイドじゃなくてエクストラ。クロシンプ1枚、ベルダーナコンダ1枚、シンセマドウ、セレーネ1枚、アクセスコードトーカー1枚、エルシャドウルアッカフローネ2枚、エルシャドウルミドラーシュ2枚、エルシャドウルネフィリンが3枚、エルシャドウルシキナーが1枚、ヌトス1枚、バスタード1枚、ウィングペカス、ウィングペカス、アトイグニタ1枚。そして最後サイドですね。スキルドインが3枚、キッコー勝負3枚、コズミックサイクロン2枚、ライドニングストーン2枚、ハーピーの羽ボーク1枚、増殖する G が3枚、原生メタル2ビル1枚。以上です。それじゃあやっていきましょう。もうシャドウルはじゃあなしにしますね。ドラグマ、エクシー、まあ1枚ずつですね。エクシリア1、フルルドイス1、マクシムス1ずつ。まあこのデッキ基本的に天帝の使徒が強いというだけなので、他の、こちらの、ドラグマ関連に、頼り切ってはいません、正直ね。ただまあやはり、妨害が1枚増えるという意味と、光属性モンスターが1枚増えるという意味ではやはり入れておいた方がいいかなと思って1枚ずつ入れています。そんなシャリムに別に、特殊召喚に成功してフル、アナコンダまでやるということもそんな言うほどしないでしょう。するときはしますけど。で、まあ、ウィンガーヤットペガサスエグニスターはもうマクシムスだけのカードなんですが、もしいらないという方はここも抜いてしまっていいかなと思います。個人的にこれを使うときにこれがないと、なんか、わけのわからないシャドウルカードをポチに送ったりするのが嫌だったので、これを。で、まあ、白雪1枚。これもまあ確実ですね。これ確定でいると。通常召喚できてさらに1850もあって、さらに、ネフィルムの素材にも。で、サイフレールロード、ガンマとドライバー。まあ、相変わらずですね、うららうたれると厳しいというので、このカードはやはりいるでしょう。先行でも後攻でも僕は入れっぱにするかな。で、原生メタイニビル。もう、見てわかるように、もうメインに増殖する G もうららも無限放用も入ってないんですよ。もう何回それらを引いて何もできなくて終わりってなったか分からなかったので、もうシャドウルを引いてね、あーごめんなさい、ウェンディ2枚って言った、3枚か、ウェンディ3枚ですね、ウェンディ3枚、ごめんなさい。まあだからもうシャドウルを自分の中でできるだけ増やして、誘発を減らしてさらに動けるようなカードとしました。うららの場合は融合素材にできないんでね、まあ、ユリッサ先輩いるんだけど、そんな風でユリッサ先輩は、活躍してくれないんで、で、2ビルにして、もう、高校でも動けるようにして、まあ、先行でもね。まあ、ミドラーシュがいると、出すことができないんですけど、まあ、ミドラーシュがいるイコール、相手も動けてないっていうことでもありますから、そんな問題はないかなと思って。で、魔法カード、エルシャドウルフュージョン、シャドウルフュージョン、エルシャドウルフュージョン3枚ずつ。で、超融合2枚。ここもまあ、超融合を初動って言いたくはないんですけど、それでもやっぱ融合なので、ここもまあ、2枚入れていいと。で、ひとしずく、
シャドールの場合コストが難しいからいらないんじゃないかなと言われてたんですけども、まあ、やはり高校からまくることを考える、まあ、2ビルを入れてるのも高校よっちゃ高校用なんですけどね、高校からまくることを考えたり、あるいはですね、先行でも、まあ、ミドラーシュをオルフェゴールの場合ですよ。例えばオルフェゴールの場合だと、ミドラーシュを突破する手段って、イルスからトロイメア、オルトロを落として、で、オルトロのバンプでということが結構多かったんですよ。で、その部分を禁じられた人しずくで、なんとかできた部分があったんで、その意味でも、まあ、強いな、単純に、打点下げるというだけでも強いんだな、と思って言っています。まあ、あと変わったやり方をするのは、まあ、自分フィールド上にモンスターがいた、あるいは、まあ、シャドウボール融合体がいたとして、手札にガンマがあって打てなかった場合とか、まず一滴でここをリリースして、相手モンスターを無効にする。で、今日の効果で墓地のシャドウボールカードをサルベージ。で、フィールド空になって、相手がなんか勢いよく効果発動したところで、ガンマ打つみたいなこともできなくはない。で、これはシャドウボールでしかなかなかできないことなんですよ。別に融合体は墓地に送られても回収できるから別にいいじゃん、みたいな。で、天帝の人。このカード、最強のカードですね。これがないと、今のシャドールは語れないというレベルの最強カード。落とすカードはいろいろ変わるんですけど、相手フィールド上に墓地、相手フィールド上にカードがあるならば、基本、ヌトスから落としてサーチ。で、ヌトスから落として、相手フィールド上の、魔法トラップカードを割るときね、伏せカードを割るときにヌトスを使うんだったら、サーチするカードは絶対、こいつね、エクシリアで。なぜかというと、例えば、まあ、マクシムスから動くのが一番強いんですよ。動きとしては。マクシムスから動くのが一番強いのですけれども、墓穴食らった時に、マクシムスをサーチしている場合、何もできなくなる可能性がある。エクシリアの場合は、ドラグマバニシメントとか、あるいは、ね、フルードレスをサーチするという効果が取れるんですけれども、マクシムスをサーチしてしまった場合は、それができなくなるので、で、まあ、ヌトスが通った場合は、マクシムス、エクシリアがマクシムスサーチでいいと思います。で、愚かな埋葬、ここもそうですね。サイフレームガンマを打たすために、と言っても過言じゃないです。落とすのは何か、まあ、反動にもよるんですが、基本的にはウェンディーです。ウェンディー、リザードからウェンディーか、もしくはウェンディー直接でもいいんですけど、まあ、リザードを経由する場合は、ハンドにない場合ですね。ハンドにリザードがなくて、融合召喚までいけないという。まあ、ウェンディーをと、まあ、愚かな埋葬で、まあ、リザードを落として、そこに墓穴を示しちゃうと、辛いんですよ。単純。リザード消したくない。だから、まあ、ウェンディーを落として、相手の陣なり、うららなりをする。で、ドラグマバニッシュメント、ここもいいでしょう。で、下げてね、シャッじゃあ、エクサベッキ。で、クロシープ、ベルデアナコンダ、神聖魔導、セレネ、アセスコードとか、この辺りも特に語ることはないかなって感じです。クロシープなんかね、一番変わったのは、セレーネを入れたことは、一番僕が強いなと思ったのは、後半部分になってアプカローネを蘇生できることですね。これが強かった。これめちゃめちゃ強かった。アプカローネ蘇生して、で、アクセスコード等がなって、で、アプカローネ効果で敵からシャドルフュージョンサーチしてきてみたいな。その動きがめちゃくちゃ強かった。で、気に入った。そこまでやるよりかは、まあ、あれですけどね。そんな出す気からないですけど、アクセスコードとか直接使う方が強い場合もあります。迷惑だったら死ぬんで。次が、で、アプカローネ2枚ミドラッシュ、2枚ネルフィム、3枚、ここもいいでしょ。で、シェキナが1枚。抜いたのはエグリスタ先輩かな。ウララを抜いたので、炎属性がなくなったんで、シャドウループで、融合召喚する必要がなくなったので、そこも抜きました。で、ヌトス1枚、バスタード1枚、ウィングアットペガサスエグリスタですね。もうカッツカツです、エグストラ。シャドールはもういつもカツカツ余ることない。もう無限に入れたいカード。ぶっちゃけた話はアプカローネ3枚目欲しいし、ミドラッシュ3枚目欲しいし、なんだったらエグリスタ先輩だって転生エンジンいるから入れたいわけですよ。で、リンクネフィリムだって入れられるなら入れたいし、別にウィンドアップとペガサスイグニスターなくヌドス2枚目でもいいじゃないですかっていう欲しい時もあるし、今だったらスカルナイト、入れてもいいですし、サイフレロードオメガとかね入れたいし、あと10枚ぐらいは欲しい。はい、次が、サイド行きましょうか。スキルドレイン3枚、キッコー勝負3枚。スキルドレインはもう先行用のお守りですね。もうこっちがシャドールってなったら、向こうさん高校取ることめっちゃ多いんですよ。ほんと多い。ですので、もうじゃあ上等じゃないかと。スキルドレイン入れても封殺してやらということで入れています。特に食らうのが、スパイラルとかですかね。
あとドラグマ召喚獣、多分高校取ってくる人多いと思うな。で、キッコー勝負、コズミックサイクロン、ライディングストーム、ハーピー投げ、これら辺は罠デッキ売りですね。オルターガイスト8人ぐらいで振りですから、それらをどうにかするためにやるんです。で、増殖する GE に、まあ、高校用で入れるというのがあるならば、もう、あれでね、増殖する人いる、ハッピーなのよ、ライトニングストーム、キッコー勝負でいいと思ってますから。基本、高校用にですね、先行用で入れるのここですもん。このスキルドレインしかないし。あと、せいぜいコザに。はい、じゃあ、デッキの紹介しようかな。じゃあ、サイドチェンジは、次回の動画で、やろうかなと思います。もう、充電が切れてます、これ。喋りすぎて。喉も痛い。はい、それじゃあ、まずは、前編ね、これで終わりたいと思います。それでは、マークヘクシャ、また次の動画でお会いしましょう。次はサイドチェンジ編をお送りしたいなと思ってます。バイバイ。